日本も、鬼畜米英、と叫んでいたし、また終戦後に米国兵士が来るときは子供を、さらいに来るとか食べるとかそういう異様な噂が真実味を持っていた。真の始皇帝、それは周辺地域にどれだけ恐れられていただろう？イメージは鬼か悪魔だったか？朝鮮王朝が、その頃存在してたかどうかはわからない。ともかくその地域の王も多分、異様に恐れていたはずで。その時は土下座し奴隷であり家畜と平伏したら助かった。なんで？その疑問が朝鮮の人々には連綿と受け継がれているのかもしれない。意識の中に穴があり。ともかく、強者が来たらすぐに奴隷宣告すれば助かる。動物もそうだ、そういうことなんだろう。歪んだ理解。それは、地理的状況から、連綿と受け継がれ蓄積しこくなって、どうも人間性の薄い何かが、そこにできた。